こんにちは、Eコンセプションの福島真紀子です。今日はシャーマニッククレイという商品についてご紹介します。こちらのボトル7本ありますね。綺麗なカラフルなボトルになっています。実はこれ全部天然のクレイの色なんです。私長年クレイセラピーを研究してきまして、いつも不思議に思ってたんですよね。クレイには吸着作用があるとか、なんとか作用があるとか、ミネラル補給をすることができるとか、理論的にはいろいろあります。でもそれだけでは納得できないような、不思議な、もう奇跡的だと言っていいような、回復あるいは痛みを止めるとか、不思議な作用がありますよね。あれは何なんだろうって常々思ってたんです。で、これはクレイにはヒーリングエネルギーというのがあるんじゃないかと、ということでそれを活用するためのツールとして開発しました。で、開発したって偉そうに言ってますが、これ実は降りてきたものですどこからか分かりませんが、私たちをサポートしてくれる人が教えてくれました。で、それを皆さんにですね、実際に研究員の皆さんに試していただいて、で、またいろんなフィードバックをいただき、皆さんにご紹介できるようになってきました。で、この7本のボトルは基本的にチャクラに対応するような波動になっています。で、チャクラって言ってもそれだけじゃないんですよね。もっと深い色の意味とか波動の意味とかいろいろ含まれています。そしてクレイそのものから得られたメッセージというのも含まれています。ですが、基本的にはベースチャクラはこの赤いアース、これですね。で、次のチャクラが、第二チャクラ、セックスチャクラがこのピンク色になっているウォーター、そして第三チャクラ、太陽層のチャクラがこの黄色のファイヤー、そしてハートチャクラがこのグリーン色のエアー、そして、第五チャクラ、喉のチャクラがこれがイーサーと言います。そして第三の目チャクラとしてはこちらのライト、そして最後このクラウンチャクラに対応するインフィニティというふうに7本のボトルになっています。そしてこれでですね、何ができるかっていうと、まあ、リーディング、新年のリライトということもできますし、またこれをヒーリングに使うこともできるんです。とても深い世界です。で、今日は皆さんにセルフリーディングの方法、そしてその波動を体内に取り入れる方法をご紹介したいと思います。で、まずこの状態ですと半透明なんですよね。で、この半透明の状態よりは色がちゃんと出てる状態で選んでいただいた方がいいと思います。で、これは直感で皆さんに選んでいただきます。で、いきなり直感で選べっていうと、普段から好きな色とかあるので、それ選んじゃうんですよね。なので、ここで一旦心を落ち着かせて、これから私は今の自分に必要なボトルを選ぶよって、自分に言い聞かせるようなつもりで始めましょう。で、その時にボトルを振っていただくんですね。で、こちらこのまっすぐ見るとこのね、商品名が入っているボトルなんですが、ちょっと回すとですね、こちらに、ヨガのこれね、チャクラごとのヤントラっていうんですけどね、マークが入ってますよね。このマークが見える状態で選んでいただくのがいいと思います。で、これ軽く振りますと、このように色がはっきり出てきます。こちらもこのマークが見える状態ね、そしてこう振ります。で、振ってこのマークが見える状態。これをやってる間に、私はこれから自分に必要なボトルを選びますよという意図をね、自分の意図を明らかにしておくということです。はい、こんな感じで、7本のね、色が綺麗に並びました。はい、じゃあこの中から今自分の、ピンとくるやつを1本選びます。時にはね、2本3本気になることもあるんですよ。それはそれで OK なんです。まあ、とりあえず1本選んでみましょう。そして各ボトルごとのキーワード、そしておすすめのアファメーションというのがあります。ですのでそれを見ていただいて、で、今日はなんとなく私これが気になるなって、例えばこのね、エア、このハートチャクラのやつを選んだとしますよね。そしたら、これに、関係するキーワードというのがありますので、それをご覧いただき、そしてまたおすすめのアファメーションを見ていただき、で、この波動を取っていただくんですけど、その波動を取るときに、そのアファメーションを自分の中で繰り返し言ってみてください。口に出した方がいいですよ。口に出して言うと自分の耳から入りますから、情報が
よりしっかり入ります。そんな感じで今までの自分の信念を入れ替えていくっていうことができます。はい、ではこの波動の取り方です。これは基本的に舌下に落としていただきたいんですけども、口の中に入れるのがちょっとあれだなと思われる時には、例えばこの手首のここのとこですね、あるいは第三の目とかですね、あるいは対応するチャクラのところ、これだったら胸のとこですよね、そういうところに落としていただく、一滴だけつけていただくっていうのも大丈夫です。はい、じゃあこれをまず開けていただき、今あの舌下にね一滴落としてみます。ここですね。そしてこのエネルギーを感じます。ボトル左手に持っておくといいと思いますよ。でこの時にキーワード、自己愛、私は愛されているというふうに感じ取ってください。でこの時にですね、おすすめなのが日記をつけることなんですよ。ぜひ日記をつけてみてください。できれば朝晩、朝起きてすぐ、そして夜寝る前、2回取るといいんです。で、取るボトルは違っても構いません。その時ピンときたものを取る。で、そのボトルを取りながら感じたことを書いてみる。で、これがね、すごくね、あの自分へのリマインドになります。意識のリマインドになりますので、書いてみるといいと思います。そして、どうしてこれ今日取ったのかなっていう思い当たることがあれば、今日あったこととか、それに関係していそうな出来事とかですね、そういうのも同時に書いておくと進化が早くなりますよ。なのでぜひやってみてください。今言ったのはセルフリーディングのやり方なんですが、これ以外にもいろんな使い方があります。もしご自宅でクレイの湿布を作れるようでしたら、お手元のクレイでペーストを作っていただいて、でそれに今選んだボトル、そこからね一滴垂らします。そして湿布を作り、でその部位に当てるっていう、こういう方法も非常に効果的です。もしできたらやってみてくださいね。そしてぜひ皆さんのご感想やお気づきの点、ぜひぜひいいコンセプションまでお聞かせください。私たちもまだまだ実験中、これはねすごく可能性の大きなエネルギーヒーリングだと思ってますので、ぜひ皆さんのフィードバックをお聞かせください。ではまた。